ちは、リエチャンネルのリエです。今日も見てくださりありがとうございます。可愛い器があって多肉を植えたいと思ったけど、底穴が開いていないことってありますよね。今回はその穴のない容器に穴を開けて多肉を植えていきます。最後までよろしくお願いします。セイヤが植えられているこの容器、ちょっと可愛くて捨てられずにしまっていました。今は底穴を開けていつもそばに置いています。前回はさし苗で多肉丼という動画を上げましたが、白い鉢についてコメントをいくつかいただきました。ありがとうございます。オープニングでもちらちら映っていたこの洋風の容器、実家に箱入りで大量にしまわれていました。きっと安売りでもしていたのを母が見つけて箱買いしたものだと思います。底穴がないのでフラワーアレンジメントで使うコンポートかなと思います。ネットで検索して探しましたが、プラスチック製の器をいくつか見つけただけで、同じような器を私は見つけることができませんでした。古いものなのかもしれません。捨てるのももったいないので持って帰って多肉を植えています。今日はこちらに底穴を開ける様子を動画にしました。後半では実際に多肉も植えていきます。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。底穴がない容器に穴を開ける動画は以前も上げていますが、その時と同じ要領で底穴を開けていきます。使うのはドライバーと陶器などに穴開け専用の先につける、今右上に出ている写真のようなものです。ダイヤモンドコアドリルで検索したら出てきます。名前にダイヤモンドとついていますが、2000円弱で買えるようです。鉢底ネットを敷いて軽石を少し入れました。寄せ植えの紅苺がいい具合の新芽を出していたのでカットしてきました。今うちで育てている紅苺はどれも古株ばかりで、新芽が出てもこんな風に柔らかい葉は出てきません。新しい若い苗が欲しくて、今年たまたま見つけて買った苗も植え替えをしたら古株っぽくて残念に思っていました。若い苗を作りたいと思っていたところ、これを見つけて早速カットしてきました。紅葉こそしてませんが、葉がぷくぷくして勢いがありますね。2つ目の鉢にはこちら、舞乙女を植え替えします。これは1年半前に購入した苗です。最初はご覧の通り4本しかありませんでしたけれど、
カットを繰り返してここまで増やしてきました。そろそろまたカットしたいのですが、刺すところがなくなったので一回り大きな鉢に植え替えたいと思います。一本一本ばらさずにこのままスポッと植え替えます。鉢底穴にピンセットを刺して押したらうまく抜けました。高さを土の量で調節して周りの空いたところに土を追加していきます。植え替えができたので、カットできそうな苗にハサミを入れていきます。先日、増やせる復活プランターの動画を上げたときに、南十字星のカット苗の下葉を取るのが下手なんですというお話をしたら、MH さんからコメントで、葉っぱをネジのように回すとスポッと抜けますよと教えていただきました。やってみようと思います。抜けました。すごいです。今まで葉を破くようにして取っていたのが嘘のようです。 MH さんありがとうございます。もう一度やってみます。あら、今度は失敗です。勢いよく回しすぎたようです。もう一度、今度は慎重に。できました。成功です。コツは、苗を持っている左指は固定して動かさず、下葉を持った右指だけゆっくり少しずつ回すとうまくいくようです。取れた葉は葉差しにもなるそうです。こちら側は裏側で、こっちが表ですね。星系の葉差しさん、発芽するのが楽しみです。次は子持ちレンゲ。花壇の子持ちレンゲがぎゅうぎゅうになってきたので、ちょっと間引きたいので抜きました。小株がぴょんぴょん飛び出して垂れ下がっているのが可愛いです。
最後の鉢にはお水好きなグリーンネックレスを植えようと思うので、培養土多めの土を追加しています。こちらのハンギングバスケットのグリーンネックレスを自然に生えている根っこの少し上で茎をカットしてきました。根付きやすいように土を少しかぶしておきます。グリーンネックレスだけだと少し寂しいので、我が家の復活プランターから白ボタンをカットしてきました。カットした後の茎だけになった苗、もうダメかなと思ってもこのプランターに入れておくといつの間にか復活しています。白ボタンのカット苗を刺しただけですけれども、パッと華やぎましたね。これで4鉢完成です。元気そうなカット苗で作った紅いちご丼、そしてもっともっと増やしたい舞乙女、小餅レンゲも小株がいっぱいぶら下がるのが楽しみです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。